音楽といいますと、やはり僕らの年代は洋楽志向、洋楽への傾倒が強かった世代だと思います。1960年代、70年代、海の向こうからやってくるポピュラー音楽は、とにかく素晴らしいソングライター、素晴らしいスインガー、新しいサウンドが次から次へと生まれ、まさに衝撃の連続だったような気がします。思いは中学2年の時、エリック・サンドに魅せられ、そこで初めてギターという楽器を手にしたことが衝撃の連続の始まりでした。それからはビートルズ、ビーチボーイズ、サイモンとガーファンク、ブレッド、カーペンターズ、バッドフィンガー、ハリー・ニルソン、キャロル・キング、ビリー・ジョエル、エルトン・ジョン、バート・バカラック、ギルバート・オサリバンなどのポップス・ロックを聴き、またスタンダードソングに魅せられ、それらの楽曲を歌っていたアンディ・ウィリアムズ、ナット・キン・コール、ディーン・マーチン、パット・ブーン、ペリー・コモ、ドリス・デイ、コニー・フランシス、ジュディ・ロンドンなどに心揺るがされ、また当時カンツォーネ、シャンソンも盛んで、特にシルビー・バルタンのアイドルを探せにはしびれました。こうやって上げるとキリがないのですが、もう少し過去に遡って、子供の頃、小学生の頃はどうだったのかと言いますと、やはり日本の歌謡曲、流行歌を耳にしていて、好きでよく聴いていました。そしてそれらの楽曲は今でも深く心に刻まれています。このように60年代70年代は洋楽も邦楽も胸ときめく歌がたくさん生まれ、それらの楽曲は今聴いても色あせるもので、まさに空前の豊かな楽曲の時代だったと思います。1980年代も半ばあたりからアナログからデジタルへと移行し、それまで続いていた時代、つまり楽曲が根幹である時代は終わりを告げ、コンピューター、テクノロジーの進化とともに音楽も多様化し、何が主なのかわからない時代へと変貌してしまったような気がしています。僕は寂しく思うことは、それらのものには主であるはずの楽曲が伴っておらず、本当に心に染み入る楽曲が少ないような気がしているからです。つまるところ、音楽の豊かな時代は70年あたりでほとんどやり尽くされ、それからは枝葉的なもので覆うことしか手立てがなく、それをコンピューター、テクノロジーでもって担うしかなかったのかもしれません。現代は楽曲の不毛時代と言えるのではないでしょうか。それゆえメロディーライターとして今の音楽には一抹どころではない寂しさを感じ、どうしても楽曲が豊かであった王子に思いを馳せてしまいます。そのことはただ懐かしさだけではなく、それに勝るものがないからだと思うからです。されど思うことは、60年代70年代、刺激的で豊かだったポピュラー音楽を僕らの年代はリアルタイムで体験できたこと、このことは大変幸せというか、何よりも変えがたいことだと思っています。